さあ、ノスポテラ始まるぜ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。レグビーセイゴーヘイ。ここは歌舞伎町の交番前でございます、はい、今日ちょっとあのね、ウリタの兄貴に言いたいことがあって。兄貴に物申す。そうです、もうこういう回もあってもいいんかな。ウリタの兄貴にちょっと言いたいことがある。ごめんやけど。大丈夫？え、大丈夫？いや、これはもう言うとき言わんと。いや、まあ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 、俺も死にかけたから。死にかけたから俺は。はいはいはい。これはウリタの兄貴にしっかり言っていかんと。はい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 。ダメ。ウリタの兄貴、ちょっとウリタの兄貴待ってるんですけど、はい、ウリタの兄貴いつもあの時間通りに来ないんで。それは、それは言うたらあかんと思う。それは言うたらしっかり。いや、それはもう古文の役目やから。待っとくのは古文の役目やから。まあ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 。ただ時間通りにちょっと兄貴来い。いや、それは言うたらあかんな。ああ、来ました。兄貴、おめでとう。最近ちょっとタイマー入ってるよな。どういうことですか？そうにやってる。いやいやいや、遠目から今いいと思った。いやいやいや、そんなことないですよ。なんか売りた純粋くらいなんかの気になるような感じだろ。いやいや、違います違います。そんな雑い感じでおった。今日ちょっと天狗系全然伸びてない。天狗系ラガーマン全然新しい新しいラガーマン。売りたさん言ったらすぐそれ書き込まれるから。こいつ天狗系ラガーマンだから。天狗系ですね。確かにボブサップに買ってしまったかもしれないです。一躍有名になったかもしれないけど、いつの話してる？いつの話してる？じゃあまだ言うの？まだキムジェフ、あ、もう結構前ですか、イメージが。僕まだ最近なイメージがあって。かなり前だろ。マジですか？で、あのボブサップ倒した瞬間ですか？倒したんだっけ？忘れてる。結果すら不透明なの。いやいや、一応そうなんです。あ、そうだな。じゃあちょっと兄貴にちょっと今日、もうちょっと古文ながらに言いたいこともある。ちょっと前あの100人、ヤンキー100人企画ね、合宿あった。合宿あってね、はい、入れ違いでしたけど。入れ違いだったよな、はい、寂しかったよ。午前と午後でちょっとやらせてもらったんですけど、僕朝1から僕やったんですよ、うんうん、朝4時から、うん、その時に僕ね、水ぶっかけたんですよね、あの寝てるヤンキーとこ、そこに。ほんなら大輔、お前朝から何水かけとんじゃん、ね、携帯濡れたやないか、うんうん、どうなっとんねんこらみたいな感じ切れられたんですよ、うんうん、僕がそれ切れるよそれ切れます。それ切れるますよ。俺だったら殺すよと俺だったら殺すよ。そうっすよね。そうなんですよ。水かけるんですよ。朝から機嫌悪いですよ、うん、で僕喋ってたんですけど、うん、もう大好きめちゃくちゃ腹立ったんですよ、うん、布団から、うん、こんな、うん、鉄パイプ隠し持って、うん、僕に襲ってきたんですよ。何で布団にそんなの入れてたの？なんでなんで布団にそんなの入れてたの？多分なんかノッコン呼べってその前からスタッフ僕聞いてなかったんですけど、うん、あ、じゃあもう仕込んでたのか。そう、仕込んでたんですよ、ノッコン呼べって、はい、ノッコンを、うん、もうこれで言わしてやろうと思って、うんうん、鉄パイプを持って僕襲われたんですよ、うんうん、そういう事件があったんですよね。なるほどな。で僕ほんまに当たらなかったんですけど、うんうん、もう鉄パイプもここら辺ちょっと鳩に口を走る鳩に鳩あっお前鉄パイプがどうだちょっとおっち、いや、ハトなくなってるから優しいですね、兄貴ね。ね、その兄貴、うん、ただここで問題があります。なるほどな。大輔が怒った、うん、その理由、うんうん、水をぶっかけた、うん、ね、これありますよね、うん、皆さん、うん、果たして、はい、これはノッコン寺田のアイディアなのかってことなんです。なるほどな。ああ、一ついいんだ、はい、お前は、はいはい、マジで水が原因だと思ってるえ、水じゃないんですか？いや、水だろうが砂だろうが肉まんぶん投げようが、はい、何しようが、はい、ノッコン寺田だからそうなっただけです。あ、え、どういうことですか？水かけ、はい、もう一つは、はい、水であれ何であれ、はい、仮にばっかりかわしてて、はい、チーム大阪の監督を途中から何もしてなかったとしても、はい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 、少なくとも、はい、自分が関わってオーディションで発掘した大輔が寝てると分かれば、はい、その睡眠の位置、はい、多分ここが大輔の枕だろう、はい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 、こっちが知らねえ、はいはい、応募してきた100人企画に来たやつらだろう、はい、普通砂であれ水であれ何であれ、はい、大輔だけがうまく避けてかけるのが、はい、本来の監督としてのそういうことそういうこと。俺逆やった。まさか自分の教え子にドバーンって、はい、いかないじゃん普通。はい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 、うわって全員にかけたように見せて、はいはい、大輔だけうまくかばうっていう心意気が入ってれば
多分さすがノックも俺をかわしてくれたなってなる。いやいや、多分それやったらあいつ寝たままですよ。それやったら起きなりな。いやいや、寝かしておけ。寝かしといたらいいですか。それをマジで大輔にもかけた。もう思いっきりかけました。監督やってた。多分一番かけたんやろ。思いっきりかけました。じゃあそれが原因で。でもアイデアがどうでもいいんです。その水かけたアイデアなんですけど、前日に、はい、こいつの兄貴から水ぶっかけろって俺言われて、あれ水ぶっかけた面白いじゃんって。面白いじゃん。いや、面白かったです。面白かった。俺なんかどうやって盛り上げるって言えばいいですかねぐらいの感じだったから、はい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 、起こす時にジャジャーンって冷たい水でもぶっかければって、はいはいはい、当然それは言葉には言わなかったけど、はい、少なくとも大輔だけにはかけんのよ。ああ、皆まで言わすなよっていうやつですね。はい、言わないでも、さすがに大輔はかわすだろうって分かってるから。あ、僕だから逆やと、大阪喧嘩自慢やからって大輔に色目使ってかけへんとかしたら、はい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 、大阪の喧嘩自慢だけやっとるやないかって俺なると思って。だからそこ自分の保身よりも転んだふりでもいいから水はかけて面白い絵は撮っただけど、うまく大輔はかばったってやることがプロだろ。そういうことやったんだ。当たり前だろお前。全員に思いっきり水ぶっかけろやと思う。全員に水ぶっかけた。これだけはっきり言うよ、はい、そのことで大輔と、はい、喧嘩になったから、はいはい、後からこうやって騒いでるけど、はいはい、これもし大輔いなくて、はい、関係ねえ奴らの集まりで揉める気配もなければ、はいはいはい、兄貴水かけてやったすげえのノリなんだよお前。いやいや、まあ確かに、はい、大輔も寝てること考えたらちょっと俺は水はかけれないっすよ兄貴っていうのが、はいはいはい、言ってたやつが今言ってくんだと分かる、はい、その時喜んで楽しそうにしてて、後から誰かで言ってんじゃねえぞってね、こらもうアウトやな。全部俺のせいにしようって言ったんだよ。いやいや、すいません。正直ちょっともう兄貴のせいじゃないのかってちょっと僕思ってたんで。いや、俺は絶対かわすよ大好き。もしこれシェーノンとか大好きな話したら、うわーって言いながらバーッてかわすよ。そこまで俺教えてほしい。何やってんすか、ゆかさんって上ってちっちゃい声で言う、はい、こいって感じで。でもその俺のアイディアなかったら取れたくないよ。いや確かに、でもそれはほんまにそうやわ、うん、ああ。ただ俺が死にかけたっていうところの話やから。ああ、鉄パイプな。あれでも放送で投げるか分からんけど死にかけましたよ、うん、でもそれで言うと大好きだって美味しい。まあまあね、確かに、うん、確かに確かに確かに。だってドリフのコントに出てるやつらが、はい、志村けんにいじってもらえない志村けんからどこかで仕事されたら美味しいの。ああ、だそうですね、結果的に。確かに確かに。ほんなら全員が美味しかった。そうだよ。俺も、俺はウィンウィンとかじゃない、俺はウィンウィンウィンだから。いつもブレイキングダウンも大輔も、うん、俺もウィンウィンウィンだ。それをそのキツ俺の時持ってこようとするこのコンタン。もうすぐ謝ろう。すいません兄貴、ちょっとそれキング系だろ。まさかぶっかけると思わなかったんですね。でぶっかけてティスパイプでガタガタ揉めたって聞いた時に、はいはい、俺は爆笑した。でもだけならば、まあ、それでさっき言ったウィンウィンウィンだから。なるほどなるほど。番組もノックン寺田も、はい、大輔も、はい、使われ使われないは別にして、はい、一つの逸話がそこで出来上がるのが美味しいから。俺鉄パイプで襲われてる時、うん、俺と一人で喋りに行くわって俺行って、うんうん、ほんなら、バー鉄パイプ持って暴れてる時にスタッフ助けに来るのかな、うんうんうん、ほんで、俺もう危ないから部屋出て、うん、もうええわって出て、ほんならそこの壁際にスタッフマイク持って、さすがブレイキングダウン。すごいよな。さすが、すごい。もう徹底してますから、彼らは。そう、20人ぐらい廊下でこうマイクを。そんなに撮ってた。で、ちょっと待って、撮ってたんって言うんで、撮ってました。さすがブレイキングダウン、さすがなんですよ、ここら辺は。だってボブサップにパフォーマンス負けすよ。え、俺負けてました。俺もうこれぐらいで勝った思ってたんですよ。負けてました。負けすよ。マジか。そこら辺マジですか。キムジョンの後にもうそのパターンいいってこれ出なかったけど、めっちゃ出てました。乗せてつくんだよ、はいはい、あれでも逆にどういったら兄貴的に良かったと思います。ね、優しさを出すべきだったんだよ。暴れてっぽいみたいなもういいんだよ、はいはい。いや、あそこは優しさいるんですよ。ボブサップに、はいはい、敬意を、はい、そこにちゃんと愛があるやつができれば、はい、はいはいはい。え、どういうことですか。愛のある絡み方。え、そこは愛を持ったらいいんですか。だから愛が必ずしもちゃんちゃん仲良しじゃないから、俺が言って。愛を持って破壊しに行く。でも確かにボブサップが試合終わってからあんまりなんか仲良くしてくれないんで、見るとかないと思ったんや。そうなんですか。
愛がない、愛が足りてないとかじゃなくて、いや、そのリスペクトもあるだろう。だからその人間来られるともう辛いんだよ、おじいちゃんだから。おじいちゃん引っ張って喜んで特別に語ってんだから。全盛期でご無沙汰だったら殺されてると思うよ。確かに守りに入ったおじいちゃんどついて、確かにね、喜んでるから、はい、確かに。ちょっと兄貴ちょっと立ちしゃべり疲れたんで、こっからちょっと、あ、そうだ、座ってちょっと兄貴とちょっといろいろ話、あ、じゃあまだあるんすか。俺の方やっていいですか。あ、いいですよ。俺久々になったからさ、はい、そうですよね。僕もちょっと兄貴に言ってすっきりしたんで、そうだね、はい、だ次兄貴の方から、うん、何自分のチャンネルが先にやったんすか。いや、すいません、すいません。でちょっと、まあ、急に回したからね、これ。ちょっとそれで、ね、今からウルタの兄貴の、はい、はい、通りますんで、ちょっと俺の方でやるわ、はい、うん、じゃあ、すいません、じゃあ最後にいいですか、一言言ってもらっていいですか、さよならみたいな。いや、何ですか。この男の天狗の鼻折ってやろうと思います、はい、ありがとうございます。じゃあ次ウルタさんなので、バイバイ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。